こんにちは。皆様から連日温かいコメントをいただいて本当にありがとうございます。これからも皆さんに素敵な方々のご紹介ができるように頑張っていきます。ぜひチャンネル登録がまだの方はご登録とベルマークを押して通知をオンにしてください。応援を力に変えて頑張っていきます。今回はモデルから女優に転身し、ドラマ、ロングバケーションで大ブレイク。2023年現在で29年連続テレビドラマ出演のとんでもない偉業を今もなお更新し続ける稲森泉さんをご紹介します。モデル時代の水着姿も本当に綺麗ですよね。来歴。1972年3月19日に鹿児島県日置郡伊集院町で生まれた稲森さん。育ちは鹿児島市南仁寺町だそうです。化粧品店を経営なさるご両親のもと、鹿児島市立、城南小学校、鹿児島市立天保宇山中学校、鹿児島高等学校と進学していきます。実は小学校4年生から剣道を始めた稲森さん。剣道を始めた理由というのが、幼少期から扁桃腺が弱く、喉に良いかもしれないというものなんだそうです。その甲斐あってか、剣道を始めてからは全く風邪をひかなくなったんだとか、剣道のおかげで身体がたくましくなったんでしょうね。そして中学生になっても剣道は続けられていたそうで、中学時代の同級生からは近寄りがたい美しさと言われるほど、際立って美人な女の子だったようです。剣道女子、お面を脱ぐ瞬間など本当に綺麗だったんでしょうね。そして、高校では、さらに磨きをかけた美貌で三須鹿児島高校にも選ばれるほど美人に成長していたそうです。その頃からモデルデルなどの華やかな世界に憧れるようになり、1989年高校3年生の時にはモデルデビューもしています。留学と芸能界デビュー。実はバラエティデビューも高校生時代になさっていたそうで、そちらは今や伝説の番組とも言われている天才たけしの元気が出るテレビでした。1990年3月、高校生活の最後に勇気を出して初めての告白に出演して、鹿児島高校の1年後輩の男子生徒から告白されたんだそうです。その後、高校卒業後は国際結婚した叔母の勧めで1991年5月に、テキサス大学アーリントン校に語学留学をなさり、相当楽しかったのでしょうね。テキサス大学時代は、一度も日本に帰りたいと思ったことはなかったとおっしゃっています。しかし、1年半後に両親に呼び戻されて日本に帰国することになりました。帰国してからは高校時代にしていたモデルの仕事をもう一度やりたいという強い思いから、鹿児島でモデルをはじめ1992年に東京へ行くことを決意し初めて上京したんだそうです。その挑戦心は本物で、電話帳で調べたモデルエージェンシー5、6社に片っ端から電話をかけて自分を売り込み、モデル事務所大手のエリートフリオの面接を受け合格したんだそうです。また、このモデル事務所に所属して1年も経たないうちに女優に転身したいと思い立った際にも電話帳で芸能事務所を調べ、現在も所属するバーニング、プロダクションにも飛び込みで面接を受けに行って採用されたんだそうです。思い立ったらこれ。という行動力は本当に素晴らしいですね。そして1994年上を向いて歩こう。で念願の女優デビューを果たし、連続ドラマ初出演として注目されるのでした。デビュー作以後、多くの雑誌のインタビューを受け、フジテレビビジュアルクイーンに輝き、イメージビデオ、フィクションでは水着姿を披露しています。
ヴェンドラクイーンへ。1996年、ロングバケーションでヒロイン葉山みなみの後輩役、小石川桃子を演じブレイクを果たしたいな森さん。月曜日は OL が街から消える、と週刊誌などで言われ、このドラマの影響でピアノを習い始める男性が増えるなど、ロンバケ現象、なる社会現象を巻き起こしたこのドラマ。初回視聴率でいきなり 30.6% という高視聴率を記録。その後も安定して高い視聴率をキープし、最終回で 36.7 と最高視聴率を記録し、有終の美を飾ったまさしくモンスタードラマでした。このドラマで畑野内豊さん、山津貴子さん、広末涼子さんといった後に連続ドラマや映画で主演級となった俳優、女優が多数共演していて、豪華なメンバーでした。その中で稲森さんはマイペースで空気が読めないキャラを演じ、ギャップにやられたとの方も多いのではと思います。その後、1997年にはビーチボーイズでスナック渚のマドンナ役、前田春子を演じています。過去に離婚歴を持ち、息子を相手の両親に一方的に取られてしまい、毎日来るはずのないその息子からの手紙を待っている、切ない過去を持つ女性を見事に演じていました。1998年には世にも奇妙な物語、1998年春の特別編、トラウマ、で地上波ドラマ初主演を果たすと、7月にはハッピーマニアで念願の連続ドラマ初主演を果たします。2003年には鳳凰庁の否認法、またも辞めた家庭主殿、幕末の名奉行、小栗光介の助、年下の男、ブルーもしくはブルーなど、舞台やドラマの多方面で幅広く活躍なさり、女優としてのキャリアを不動のものにします。2005年には大河ドラマ、義経へ出演、4月から6月まで、曲がり角の彼女、年末には、河合継之助、駆け抜けた総流にも出演を果たします。2007年1月2日、テレビ東京系列の、忠臣蔵、要全員の陰謀に時代劇初主演を果たし、1月14日から TBS 系の彼なる一族に出演なさいます。この2作品は、国際ドラマフェスティバル、in 東京、2007に出展され、評価を得るのでした。大河ドラマにも出演し、勢いをさらに増した稲森さん。2009年には女優デビュー15周年を迎え、愛してる、海洋で罪を犯してしまった10歳の少年の母を演じます。放送直後から賛否両論を巻き起こす話題作となったが、世界に見せたい番組で作品グランプリ賞を獲得し、さらに、カンヌで開かれた世界最大級の国際コンテスト、ミプコムバイヤーズアワード、フォージャパニーズドラマにも選ばれ世界に名前を轟かすのでした。2010年には怪物くんで悪魔族の幹部でモリーナを演じ、ザ・テレビジョン、助演女優賞、第1位に選ばれます。そして、2023年4月からスタートした主演ドラマ、夫婦が壊れる時でデビューから29年連続ドラマ出演という偉業を達成し、今後の活躍も期待されています。私生活について。現在、稲森さんには旦那さんや子供はいらっしゃいません。以前、インタビューで結婚願望について質問された時に、結婚願望はあると言えばあるけれど、ないと言えばないと答えています。結婚願望が全くないというわけではないようですが、結婚願望が全くないと言ってしまえばそういうイメージもついてしまいますし、ふわふわと濁すあたり、結婚願望がそこまでない方の答え方かなと感じてしまいますね。そんな稲森さんですが、過去には反町隆史さんとは恋人関係にあり、交際の事実も反町さんが認めていらっしゃいますね。ビーチボーイで共演なさった二人ですからね。自然とそうなってもおかしくはないと思います。
とても仲の良かったカップルだったそうなんですが、その後2001年頃には破局してしまったとおっしゃっています。それは、反町さんが出演し、2001年に大ブレイクしたドラマ、GTO で松嶋菜々子さんと共演することがきっかけだったそうです。まだ稲森泉さんと交際関係にあったにもかかわらず、反町さんが松嶋さんに一目惚れしてしまったそうです。結婚前の心変わりは仕方ないことで誰にでもあることだと思いますが、松嶋さんは交際する条件として、稲森泉さんと別れるなら交際してもいいと言ったなんてお話もあるので、心中はお察しします。その後、いろいろと噂は飛んでいますが、稲森さんの心をつかみきる方はまだ現れていないようです。どうせならしっかりと稲森さんを支えてくださる方とご結婚してほしいなと思うばかりですね。いかがだったでしょうか。モデルから女優へ転身し、連ドラクイーンとして活躍なさる稲森さん。今後も連続記録を伸ばしていただきつつ、衰えないそのスタイル、美貌を拝見したいものです。ここまでご視聴いただきありがとうございます。ぜひ皆さんもコメントでおすすめの作品や当時の思い出をお聞かせください。それでは最後に素敵なお写真、そしておまけもぜひご覧ください。Thank you.
最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価をいただけますと制作の励みになります。また、10万人登録を目指していますので、応援もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。